公営テクモライブ始まりました。皆さんこんばんは。見てますか。はい、始まりました公営テクモライブ、はい、ベータチャンネル、第2回目の放送です。視聴者の皆さんどうぞ、ようこそいらっしゃいました。初回放送は、チャンネルアルファ、チャンネルベータの、同時放送でしたので、はい、今回がですね、チャンネルベータとしては第2回目の放送ということに、なります。そうなんですよ、クオンさん。あれあれクオンさんじゃないよ、おい。じゃないの、今日は。ユキ。あれれれれ。どういうこと？合わない間にちょっと顔を変えてきましてですね。あれあれクオンさん大成功ですよ、変えて。ああ、ありがとうございます。若返りましたよ。なわけはなくてですね。ですね、ちょっと今日ですね、はい、MC のクオンはじめさんが、春の、風ということでお休みになっちゃいましてですね。はい。あの私あの小川がですね、ピンチヒッターで、登場させていただきました。小川さんです。拙いところがあるかと思いますが最後までお付き合いいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。皆さん期待してください。お願いします。小川さんです。貸しないでください。持ってますよ。貸しないでください。はい。この番組ではですね、あの前半は公営テクモのさまざまな情報をお知らせしまして、後半は、ネオロマンス関連情報などを交えて女性にも楽しんでもらえる内容でお送りする生放送です。はい。皆さんからの声はですね、この、ニコニコ生放送のコメント、それからツイッター、あとはメールなんかを通してですね、ダイレクトに僕らたあのに届いてます。実際、はい、今も届いております。はい、今小川さん頑張って、あとクオンさんお大事にってコメントもらったりしてですね、ありがとうございます。すごい心温まるというかちょっと頑張ろうかなっていう気になってきますので、あのどんどん参加していただければと思います。はい、はい、そしてですね、あの紹介遅れましたが、この番組を一緒に盛り上げてくれるのは公営テクモのオーディションで選ばれました、はい、アンフィニのメンバーです。はい、はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。アンフィニの大将です。最近コスプレにハマっております。よろしくお願いします。はい、アンフィニーのゆきです。僕ピアノが得意なんですけど、楽器をいろいろ今やってて、ギターもやり始めたところです。お願いします。はい、ゆき、はい、タイトさん、コスプレっていうことはまあ多分この場では言えないようなキャラクターもたくさんやってるってことですよね。そうですね。はい、結構もうそうそうとある、まあ、先週の土曜日からなんですけども、あ、はい、まだまだこれからです。はい、でもコスプレファンにやっぱり見習ってですね、僕も意外にやってみると楽しいなっていう、ちょっとハマっちゃいそうな感じです。はい、完全にハマりましたね。で、ゆうきさんは、はい、ピアノに加えてギターを始めた。そうですね、ちょっと楽器をいろいろできやろうかなっていう。オールマイティーな、はい、ゆうきのピアノはもうピカイチですからね。ライブでもちょくちょく披露してるんですよ。はい、披露してる。いつか、まあいつか、そうですね、時が来るかもしれないですけれども、はい、さあ、今日なんですけれども、関東地方ちょっとすごい嵐だったみたいで、そうなんですよ。なんかいろいろ風が吹いて看板が屋根が飛んだりとか、でもチャンスですよ。皆さん家にいますもんね今。あ、そうだ。だからすごく多分見てくれてると思ってるんですよ、うん、僕は、本日多分帰宅してる人がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思って。そうですよね、はい、あの会社も実は早く帰れっていうふうに言われたんですけど、私は帰れずみたいな。それを逃してしまったんですね。そうですね、あの代打っていうことで仕方ないですね。そうですね、まあこういうさんをね、まあこういう日もあるということで、はい、気長にやりたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、さて、今週からですね、あの新年度を迎えましてですね、はい、あの入学やあの入社ということをされた方も、多いかと思うんですが、昨日、4月2日ですね、あの公営テクモグループでもあの入社式がありました。ちょっとその時の、はい、様子なんかをちょっと見れますかね。あ、映りましたね。はい、今これ喋ってるのが、公営テクモグループの社長ですね。はい、はい、で、今映ってるのが、名誉会長、はい、会長ですね。あ、そして今フレッシュな、フレッシュですね、皆さん。今年40人ぐらい、はい、新入社員いるっていう。新入社員40人って言ったら結構多いんじゃないですか。はい、そうですね、あの食堂あるんですけどね、はいはいはい、会社に結構あの1、2テーブルぐらいこう占拠して、あの普段食べてたやつが食べられないみたいなそんな珍現象もあの起きてる今日このごろという感じですね。あれ、会場はどちらですか。会場はのあのこの今我々が喋ってるところの2つ上の階にあのホールがありまして、ああ、例の、はい、僕たちがオーディションをさせていただいたところかな。そうですね、はい、通りで綺麗なあの会場、うん、すごい華やかでしたね。いや、あんまいるにも変わるな。
なので、オーディションあり、はい、新人の研修ありという、はい、大活躍な会議ホールの説明でした。おめでとうございます。そんなのいらんって。はい。はい、でやっぱり入学式だと校長先生だったりとか、あと入社式だとね、はい、社長さんが講話されるっていうのが新人に向けてあるかなっていうのがあると思うんですけれども、はいはい、ですね、小川さんの入社された時はどんな話だったか覚えてますか？はい、私が入社した時はですね、はい、お客様に最高のコンテンツを届けるために自分を磨きなさいっていうことを言われましたね。で、その一環としてこの場にいるっていうことなのかなっていう気もしないでもないですまさかあの時言われた講話がここに戻ってきちゃったそんな、話もありつつ、はい、さあ、今の桜の季節なんですけれども、はい、まあ、卒業だったりそれから入学だったりとか、うん、出会いと別れの季節っていう感じですよね。はい、まさしく。ゆうきは出会いと別れだったらどっちがいい？どうだろうな。僕はあれかな、なんか自分が経験してきてるのは結構別れが多くて、転校が高校生、うん、中学生どん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 結構転校が多かったんですよ。で高校2年生からもう一人暮らしをしてて、そうで結構友達との別れとか親との別れとか、だからそう春桜の季節って言ったらちょっと別れのイメージが僕は強いですね。じゃあ出会いの方がいいですね、やっぱりハッピーな方がいいですね。まあそうなんだよね。そう、ハッピーな、ちょっと切なくなっちゃいました。つな、はい、音楽流れそうだと、危ないね。はい、あ、ちょっとこれ2人の意見分かれちゃいましたね。ちょっと分かれちゃいました。完全出会い、桜の季節が出会いの季節なのか、あるいは別れの季節なのかっていうところですね。視聴者の皆さんがどう感じてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいところですね。はい、はい、そうですね。はい、なので後ほどですね、ニコニコ動画のアンケートで視聴者の皆さんの声をちょっと聞いてみたいと思います。アンケートのタイミングまでですね、桜の季節が出会いなのかそれとも別れなのかちょっと考えておいて、ください。はい、はい、出会いですよ皆さん。出会いの方がいいですよやっぱり。はい、でアンケートは最後に発表ですよね。そうですね、発表してさらにっていう、分かりました。それにちなんだ何か、はい、みんな参加してね、参加してくれないと呪っちゃうぞ。ほら、なるほど。そんな感じで、はい、さて、それではですね、本日の番組内容をご紹介していきます。はい、今日は最初に、光栄テクモグループの最新情報として忍者ガイデン3を取り上げます。はい、プロデューサーの林さんを、お迎えして、ゲームのこだわりについて話していきたいと思います。はい、番組後半はですね、はい、ネオロマンス情報をお届けします。ネオロマンスの最新情報から僕らが活躍する特別コーナーもあるのでお楽しみにしてください。はい、番組の最後に実施するアンケートの集計結果によって僕たちの特別メッセージもめっちゃ簡単だ。特別メッセージって言ってたよ。特別メッセージも聞けちゃうので最後までお楽しみにしててくださいね。はい、はい、はい、この番組ではですね、コメントはもちろんなんですが、皆様からのメールも募集しています。詳細は番組の最後で、お知らせいたします。はい、はい、それでは最初に光栄テクモ関連の新情報をお伝えする光テクニュースのコーナーです。よっ、ゲーム情報をお伝えします。大将さん、お願いします。はい、3月30日、100万人の金色のコルナが、Yahoo モバゲーでサービス開始されました。これで大きな画面で100万人の金色のコルナがプレイできるようになりました。はい、そうなんですね。今まで携帯だけだったのが、はい、Yahoo モバゲーっていうことでパソコンでもできるようになったっていうことで、いろんなそういう楽しみ方が広がって、はい、ますます、ね、楽しめるものになったかなっていう感じですね。それが3月30日からですよ。すごい、はい、ま、大画面でね。そうですね、オープン間もないので皆さんどしどし遊びに来てください。はい、はい、それでは4月20日三国志12が Windows で発売されます。来週放送のチャンネルアルファで詳しく紹介しますのでお楽しみに。はい、来週ありますので、はい、はい、そしてですね、4月26日新三国無双 VS が Nintendo 3DS で発売されます。明日4月4日水曜日より体験版が配信開始となります。この体験版では VS モードの一人用シングルプレイと体験版同士ローカル通信で対戦ができるマルチプレイ、そしてチュートリアルと一通りの要素が楽しめます。一
そしてさらにですよ、さらに製品版へデータを引き継ぐことができ、引き継ぎ特典でしか獲得できない壁紙や武将の装備品が特典として獲得できます。すごいすごい、はい、まあこれだけ体験版でこれだけできちゃうっていうことなんで、やっぱり皆さんにやっぱりさっきと言ってること同じなんですけど、どしどし遊びに来てほしいなっていうふうに、そうですよ、皆さん思います。来てください、来てください。はい、4月26日シェルノサージュがプレイステーションビータで発売されます。7次元コミュニケーションツールと呼ばれる新しいゲームをお楽しみください。7次元って どういうことなんですかね。7次元ちょっとよくわかんない。7次元って何わからない。でも奥深いんだねっていうのはわかりますね、うん、それぐらいかな想像ができないです。これやってみるしかないですね。ちょっと、はい、体験してみない手はないなっていう感じですね。はい、はい、はい、アトリエシリーズやセルノシャージュ、セルノシャージュ、セルノサージュ、シャージュですね、はい、などガストの作品を扱った初のオフィシャルイベント、ガストガーラが開催されます。4月1日日曜日、会場は大宮ソニックシティ大ホールです。詳細はこれから発表されますので、公式サイトをチェックしてくださいね。ガスト初の祭典をお楽しみに。はい、ガストが作ったんですね、はい、そうですよ、はい、楽しみですね、はい、はい、そしてですね、3月28日にバラエティ DVD 遥かなる時の中で5、八王ロマン2が、八王乱漫ですね、すいませんね勇気が映っちゃいましたね、ごめんなさい。八王乱漫2が発売されました。これをパッケージに勇気が、はい、こちらがこれですね、これですね、こちらがその商品です。これはるかファイブのですね、出演キャストによる京都ロケや爆笑トーク、イベント暮らし映像など盛りだくさんです。はい、本当に京都にキャストさんがいて、ね、いろんなこうところを巡って、本当に珍道中っていう、首振り広げてますので、これだけでもすごい見る価値があるかな。僕も京都出身なので、一緒にちょっと行きたかったかなっていうね、もっといろんなとこ観光してきましたよ、僕なら。いや、いろんなところご存知でしょうね。そうですね。いやー、すごい、なんかそういう、公営テクモライブイン京都とかも面白そうですよ、ね。あ、いいですね、やりたいですね、それも。なんかどこ、なんかスタッフたちがなんか困った顔してますけど。はい、はい。京都はいいところっていうコメントがありましたね、今。よかった。ありがとうございます。はい。はい、気になるタイトルがありましたらですね、ぜひチェックして いただければと思います。続きまして、本日のトピックに参りましょう、はい、本日のトピックはこちらです。お願いだ、見逃してくれ、命だけは。くそ、人手なし。呪詛が全身を蝕んでおる。その王に伝わる呪いの一種で、殺戮の教師と呼ばれている。闇を生きるは苦難の道。ご覧いただいている間にですね、はい、本日のゲストをお呼びいたしました。早速ご紹介いたしましょう。はい、忍者ガイデン3の魅力を誰よりも知り尽くしているこの方、忍者ガイデン3プロデューサーチーム忍者の林洋介さんです。よろしくお願いします。視聴者の皆様に自己紹介お願いいたします。はい、公営テクモゲームスの林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
大迫力の映像でしたね。はいはいはい、はい、このあの実はこのチャンネルクリエイターではですね、あの、はい、女性の方たちがあの、はい、たくさんあの視聴いただいているんですね。でまあ、ちょっとこの後はあのネオルマタイムみたいなのもあったりするんですけれども、はいはい、ここにあのちょっと忍者概念をあのであの登場という形で。そうですね、あの、まあ、忍者ゲームってすごいこう男性の方が、まあ、ほんと 90% 以上遊ばれているような男性の方に向けたゲームなんですけど、まあ、せっかく今日こうネオロマ で、まあ、で女性の方にもちょっとまあ簡単に説明できたらなというので、うんうん、まあ、ぜひネオロマファンの皆さんにもですねちょっと一度紹介させていただきたいなというふうに思ってますけど、はい、ありがとうございます。あのネオロマファンの皆さんもあの優しいので、あの、皆さんあのとてもあのよく聞いてくれるかなというふうに思っております、はい、さて、忍者ガイデン3の、はい、説明の方させていただきます、はい、忍者ガイデン3は2008年に発売された忍者ガイデン2以来の完全新作ですね。忍者ガイデンシリーズといえばあの主人公のリュウ・ハヤブサがあの敵を次々と倒していくというあのキレのいい忍者アクションというのが、楽しめるといったそういうイメージを我々持ってるんですけれども、あの今回の、忍者ガイデン3ですねはちょっとあのどういうゲームなのかっていうのを教えていただければと思います。はい、あのまあ、主人公のその竜はやぶさっていうキャラクターの、まあ、忍者のアクションゲームなんですけど、今回、まあ、あの非常にまあやりごたえのあるゲームっていうところと、あとは今回はそのあのそういうのがどうしてもちょっとこういやできないっていう方にもしっかり最後まで遊んでもらえるようなそのプレイスタイルでヒーローっていうのを用意して、あの、まあ、アクションゲームとしてちょっとそのクリアできん、そこはクリアできなかったような方にも今回またチャレンジしてもらいたいなっていうようなアクションゲームになってます。なるほど。こう、新しい深みも目指しつつ、新しい、ライトユーザーの方にもそうですね、はい、プレイしてもらいつつっていう、はい、そうですね、そういうゲームになってるということですね、はい、女性でも簡単にできますかね。そうですね、まあ、アクションゲームがすごくこう得意な方でしたらしっかり遊んでもらえると思いますよ、うん、あ、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、ここで忍者ガイデン3に登場する主な人物について、紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、竜はやぶさ、これ主人公ですよね、はい、この主人公はやぶさ一族の忍者竜の一族の末裔で、激しい戦闘経験を通して体得してきた武力、そして胆力はすでに常人が及ばざる域に達しています。キャラクターボイスは、堀秀幸さんです。はい、竜はやぶさはですね、無双オロチ2ですとか今月発売の新三国無双 VS にも登場してますので、忍者シリーズファンだけじゃなくて無双ファンにも馴染みが深い、キャラクターだと思います。この竜はやぶさの最新作の魅力っていうのはどういうところなんでしょうか。そうですね、無双オロチ2で初めて触っていただいた方にもこういうアクションゲームとして忍者が主人公のアクションゲームっていうことで、うん、ずっと続けてきたシリーズですので、はい、そうですね、彼自身のアクションも彼自身の動き全てっていうのが今回やっぱり一番魅力になってると思います。あ、はい、はい、ありがとうございます。そして続きましてはこちら仮面の道士の紹介です。ゆうきさん、紹介お願いします。はい、仮面の道士は竜の行く先に姿を現す謎の人物で、仮面をかぶった異様な容姿をしており、その目的は不明です。キャラクターボイスは堀内健雄さんです。はい、堀内健雄さんといえばですね、アンジェリークのオスカー役で大人気なんですね。この、オスカーとは全く違った、仮面の道士、このキャラクターは一体どんな性格なんでしょうか。今回、まあ、彼がライバルですので、まあ、今回 の、 はい、ゲームをプレイしてもらうと何か新しい事実っていうのが分かるようになってます。はい、またその新しいなんかクエストというかそういうのが見えてくる。まあ、彼自身がずっとこのゲームで竜はやぶさの前に立ちふざかる時ってことですね。あ、はい、はい、ありがとうございます。そして次のキャラクターに参りましょう。はい、大将さん、お願いします。はい、次はですね、フルネーム石上健、防衛省障害事務官で、ロンドンで起きた武装蜂起を受け竜はやぶさを支援するが、その思惑は謎に進まれています。キャラクターボイスは石塚雲翔さんです。いや、こ
これ雰囲気ありすぎなキャラクターですね。すごいですね。なんというかもう自分不器用ですからお辞で言うようなそんな、いや渋いですね。ちょっと 笑った顔見てみたいなみたいな感じもしますけど、すごいナイスミドルだと思うんですが、このキャラクターについては、どのような、そうですね、彼自身もこのゲーム進めていくとまた新しいことっていうのが分かってくる、うん、あのキャラクターですので、ぜひあのですね、そのナイスミドルかどうかっていうのもぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。はい、続きましてこちらの、画像でございます。ゆきさんお願いします。はい、フルネームは水木マクロド、そうそう、ま、合ってますかね、マクロード、ロード、マクロード、はいはい、航空自衛隊特殊防衛隊、一等空士、うん、上司である石神の命を受け竜に同行します。キャラクターボイスは海田優子さんです。はい、とてもあの知的ですごいクールな、雰囲気のする女性なのかなって気するんですが、どういうふうに竜はやぶさと関わってくるんでしょうか。彼は彼女もまたゲームの最初から出てきてて、彼竜はやぶさをこうサポートして、はい、で彼女自身もまた、うん、新しいそのこのゲームの事件に巻き込まれていくというヒロインになりますね。はい、さあ続いてどんどん参りたいと思います。次はクリフについて、大将さん、はい、お願いします。それでは続いていきますよ。フルネームはですね、クリフォード・ビギンズ、陸上自衛隊特殊研究班、食卓の科学者、水木の義理の兄です。義理の兄でしてね、竜に最新鋭の弓を提供するなど技術面でバックアップしてくれる存在です。キャラクターボイスは平田博明さんです。はい、平田博明さんといえばご存知、ワンピースのサンジの、キャラクターを務めていらっしゃる方ですね。サンジの声は大好きです僕。海賊無双でもですね、サンジは大活躍してますし、忍者のクリフもゲーム中ではどういう立ち位置になるんでしょうか。そうですね、彼自身も、ま、最初に出てくる時とまたゲームを進めていくことで、うんうん、彼自身また違う側面が見えてきますので、そういう意味でも彼にも注目してゲームを進めてもらいたいなと思います。はい、例えばもう今のこの見た目がすごい変わっちゃったりとか、そういったこともあったりするんですかね。まあそれもぜひ、はい、はい、ありがとうございます。続きましてこちらのキャラクター、はい、あやねについてご紹介します。おー、早い、ちょっとこれはやってくれそうですよ、噛まずに。はい、行きます。はい、無限天神竜破人門の若き天才くのいち、これまで幾度となく竜を陰で支えてきました。今回は無限天神竜当主ハヤテから託された名刀神蘭丸を届けてくれます。キャラクターボイスは山崎若菜さんです。はい、山崎さんといえば戦国の奥にだったりですとか、秀吉の妻ねねの声もとしても、まあ、おなじみですよね。はい、そうですね、このあやねっていうのもですね、先ほどの無双オロチ2でも、はい、実際にプレイアブルキャラクターで出てきたり、はい、この忍者ガイデンシリーズとまたうちの方でデッドアライブっていう格闘ゲーム作ってるんですけども、うん、はい、そこでも出てきててですね、彼女は常にこのゲーム、このシリーズに出てきてるキャラクターですね。はい、ありがとうございます。はい、そして次はこちらもみじですね。こちら大将さんから、はい、はい、お願いします。はい、はやぶさのくのいちにして今や唯一の竜の巫女、里の子供たちの姉のような存在です。殺戮の教師の呪いで満身創痍の竜を巫女の力で助けながらパートナーとして共に、チグモ一族に立ち向かう。キャラクターボイスは皆口優子さんです。竜を助ける巫女なんですよこれは、佐藤の子供たちの姉的存在なんて超魅力的じゃないですかこれ。そうですね、大将さんってもしかしてそういうなんか、僕はお姉さん好みです。はい、あ、そうですか。はい、なんかそんな感じして、もみじさんはベストですね僕の中で。あ、ちょっとなんかセクシーな感じありつつ、はい、大人の女性という感じですかね。はい、このキャラクターはどういうふうに、このキャラクターもですね、はい、前のタイトルでその出した時にすごいこう人気が出てですね、はい、今回のこの忍者ガイデン3でもまた出てきています。で、まあ、彼女自身に対しての人気も高いので、まあ、これからいろいろまた活躍する場を作ってあげたいなというふうに思います。はい、はい、さあ、さあ、そ
それではですね、最後にこちらの映像をご覧ください。画面ご注目ください。はい、見えてますか？大丈夫ですよ。簡単に説明しますけど、はい、で、まあ、いろんな武器をこう、まあ、使えるその発想が多いのすごいだと思うんですけど、はい、最初一番最初その刀だけの武器しか使えなかったんですけど、さらに次でそれ以外の武器に関してはそれからの方から無料でダウンロードコンテンツとした後で今ダウンロードして、はい、その人からプレイステーション3でも Xbox 360とかでもダウンロードできますので、ぜひ専門的に新しい武器でゲームを見てもらいたいなと思います。オンラインをすごいやり込んでる方はですね、そういったオンラインのパースなんかもダウンロードコンテンツとして購入できますので、そういう方もぜひもう一回ゲームをですね、それでやってみてもらいたいなというふうに思います。要は刀だけでプレイで、刀だけのプレイだったのが、いろんな武器使っていろんな楽しみ方ができるということですね。はい、今日からですので、皆さんぜひダウンロード版、ダウンロードコンテンツ、見ていただければと思います。はい、ということで、そろそろお時間となってきました。今日は、好評発売中忍者ガイデン3を、紹介いたしました。林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここからはせーの、ネオロバターン。何ですかこれ。わかりましたね。これですね、女性向け恋愛ゲームのパイオニア、アンジェリークのですね、キャラクターたち揃えてまいりました。アンジェリークですね。はい、もう今からですね、18年前の1994年に、発売されたゲームということで、初心を忘るべからず、はい、まあ、新年度スタートでもありますし、ちょっとこうやって置いてみたりなんかしてですね、ちょっと華やかになったかな、華やかですよね、みたいな。すごい華やかですよ。はい、キャラちゃんと向いてるかな。あ、なんかちょっと小沢さんのキャラちょっと下手くそじゃないですか、それ。すいません、さっきやったんですけど何を動かすって、なんかそうですよね。これでいきましょう。バランスが取れない、バランスが取れないので、このままいきます。はい、ですね、さあ早速本日の特集に、移りたいと思います。はい、本日はですね、遥かなる時の中での、紹介です。はい、さてここで最新作の映像をご覧いただきましょう。それではどうぞ。二つの世界を守るため時を超えた主人公、しかしその手からこぼれ出た命があった。遥かなる時の中で5、風花木。動乱の江戸で花開く新たな恋物語。お姉ちゃん大好きだよ。桐生爽、下野紘。君、巫女を辞める気はない？林道、八戸徹。さよなら巫女。まず江戸案内だ。お前を心配したい。ご覚悟を。私の妻になりなさい。私は本気だよ。I love you。 お前を切ってやろうか。君無力だね。竜神の巫女。僕も生きたいと願うこと、どうか許して。はい、はい、今お届けしたのはですね、現在発売中のハルカシリーズ最新作、
遥かなる時の中でファイル風花木の映像でした。はい、はい、こちらちょっと説明させていただくんですけれども、はい、幕末を舞台に描かれた、シリーズ最新作、留学先から帰国途中だった主人公がですね、不思議な力に、誘われるように異世界の幕末ですねにたどり着きます。白竜の巫女に選ばれた主人公というのが異世界と現代と2つの世界を、守るため奮闘するゲームです。大切な人を救うためにはどうしたらいいか、主人公は時空を超えて巫女を守る8人の男性八葉と共に運命に立ち向かいます。風花木はこの本編に続く物語で、新たなキャラクターも、登場します。早速ですが、そのキャラクターを順々に紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら出るかな、ああ来ましたね、はい、桐生俊、巫女を守る八葉で天の聖竜という、位置づけです。幼い頃に弟と共に主人公と暮らしてきた幼なじみ、冷たく凛とした雰囲気の青年ですね。キャラクターボイスは寺島拓馬さんです。旬大人気ですね。旬にーってすごいですよ。好きって桐生ちゃんやってありましたね。はい、旬にー旬にーすごい大人気、人気が、はい、はい、さあ続いてまいりましょう。こちらお、うちのジミーが大好きな龍馬です。坂本龍馬、はい、八葉で、地の清流、明るくひょうひょうとしてるんですけれども、なんていうか能天気に見えて、実はあの実力とかあの行動力っていうのを兼ね備えた、有能なキャラクターですね。キャラクターボイスは、鈴村健一さんです。はい、またこれ龍馬さん、龍馬さんすごいですね。声優さんの名前もすごい出ますもんね。鈴村さんの名前も、あ、もうちょっとフライング気味にちなみにちなみにってちょっと次いきますね。はい、ちなみですね、はい、八葉で天の朱雀、一本気な天狗などの、資料格、年少で年少なんですけど、ちょっと古風な考えの持ち方で頑固で、恋愛沙汰は本当に疎い、キャラクターボイスは、阿部敦さんですね。はい、またコメント見ちゃいますねちなみにかわいい、かわいい、うん、全キャラクターが人気ですね。そうですね、それがアッカファイブのすごいところ、ね、そうです。続きまして沖田総司、沖田総司、はい、八王で地の朱雀、新選組の一番隊隊長、ちょっとですね、いつも曖昧な意味を浮かべているんですね。自分の意思や感情がちょっと欠けているような、そんなキャラクターです。キャラクターボイスは岡本信彦さんです。わっ、はい、これすごいコメントが起きた、起きた、よかった、豪華、そう、男ですみたいなコメントもあって髪長いはい、それでは次参ります。小松立脇、八葉で天の脈子、一致的な薩摩藩の家老ですね。何事もそつなく、こなす、人物で、理想と現実の違いをしている、そんな、クールなキャラクターです。キャラクターボイスは、立花慎之介さんですね。うん、これもまたご家老とかです、ね、妻になりたいとか、はい、あの私の妻になりなさいってよく言う、あのキャラクター名言があるんです。そうなんですよ、そういうのもあって、やっぱり妻になりたい人続出ということで、こうしたら、ね、あの日本の少子化も、防げるんじゃないのかなすごい幅広いところ見てくれてるすごいですねはい、続きまして、福地王子、八王で地の白子、あでやかで気だるげな雰囲気の店、神出鬼没の情報屋として、活躍しています。キャラクターボイスは竹本英二さんですね。はい、うん、すごい、読んでる間にずっと竹ポン竹ポン竹ポン、あ、そうですね、そう、あれすごい大人気ですね、大人気ちょっとキャラクター、あ、コメント見ちゃいますね、なんかね、はい、続きまして、このキャラクターいきます。アーネスト佐藤、八葉で、天の玄武、イギリス人なんですね、で非常にあの有能な外交官です。キャラクターボイスはシタンダ・マイケルさんですね。
すごいどっちも名前が印象的なんで覚えてます。あー、そうですね。あー、リストしたんだね。はい、したんだ、マイケル。いやー、すごい。これもコメントすごいな。すごいですね。はい、マイプリンセスっていうのが素敵な感じですね。はい、そして次参ります。高杉晋作、八王で地の玄武、長州藩の過激な一派のリーダーなんです。堂々とした風格を持ってるけれども、ちょっと冷酷な、一面もあります。キャラクターボイスは安本博樹さんです。うん、はい、かっこいいな、全員キャラクターね、かっこいいよね。俺とほど遠いな。そんなことないよ。そして次のキャラクターもあります。キリュウ・ソウ、星の一族ですね。さっき紹介したキリュウ・シュンの弟で、主人公にとっても弟的な存在なんですね。甘えん坊な少年ながらちょっと計算高いような、そういう一面もあったりしますね。キャラクターボイスは下野紘さんです。これはユキが大好きな、大好き、そうだね、ユキに似てるなっていうのを言ってたんですけど、ああ確かに、ちょっと可愛い系で、この間のその春子祭りの時に一緒に写真撮ってきました。パネルと。はい、もしかしてあれですかね、ユキさんもちょっとあれですかね、計算高かったり。いやー、どうなんだろう。計算高いです。いや冗談冗談です。はいはい、さあ、最後になります。リンドン、この、風花木からの、新キャラクターということになりますね。幕臣の一人で、主人公を助けてくれる陰陽師なんですね。ただ主人公に対してはちょっと厳しく接することもあるというキャラクターです。キャラクターボイスは八戸徹さんですね。はい、さっきからすごいハッチ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 、すごいですね。僕が女子ならリンドウですかね。いつ見てもやっぱりかっこいいです。ちょっと大人の色気っていう、はい、次は絶対このコスプレちょっとやってみようかなと思いますね。今大将さん、このコスプレやってって来たので、あ、やりますよ皆さん。ちょリンドウの服買いに行こう。ちょっとね、かっこいいじゃん。はい、という、遥かなる時の中で5、風花木の紹介をお届けしてまいりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きましては、はい、続いては僕たちアンフィニーのコーナーです。はい、このコーナーではですね、アンフィニーがいろいろなことに挑戦したり、活動や最近のことなどを紹介していきます。僕らアンフィニーのメンバーのことを皆さんにたくさん知ってもらうためのコーナーです。はい、ゆくゆくはですね、こうダンスやコントなんかそういうのも披露していただけるのではないかな。いいんですか？ちょっとやりたいですよ、そりゃ。はい、はい、それでは早速、僕らアンフィニーのメンバーがラフというグループで公演したライブの映像をご覧ください。マッチいりませんか？マッチいりませんか？みんな、マッチ売れたか？全然、今日も一本も売れてないわ。そうか、うん、今宵はクリスマスだってのにな。しかし、こう寒くちゃしょうがないな。売り物だけど、このマッチ吸ってみんなで温まらないか。うん、そうしましょう。あー、あったかい。あったかい。あれ？なんか見えてきたぞ。メリークリスマス！特別にリョウくんの大好きな料理をたくさん作ったからね。いやー、美味しそう。リョウ、クリスマスプレゼントもちゃんと買ってやるからな。本当に？なんだろう、楽しみ。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。おい、今なんかすごくあったかくて幸せそうな家族。いやー、はい、いかがですか？どうですか？こんなことやってるんですよ。本当に多彩な活動をされてるなっていう感じです。そうですね、もう、ね、はい、歌あり、ダンスあり、これコントもやってるんですよ。そうなんですよ。ちなみに僕はあれですね、あのマッチ売りの少女の金髪のスカート履いた人が僕です。あー、スカート履いてちょっとあのバッチでシュッシュッてやってる。はい、ユキはもう女装するとね、会場がキャーって湧くんですよね。はい、ちょっと入るかなっていう感じしますけど、ユキ女装、僕お父さんとかそういうのも。あ、そうだね。今回あのあれですよね、まさにお父さん役。お父さん役です。はい、あのテーブルで子供に、
ちょっと言ったり言われたり私この子一人なんて絶対嫌よ。ソリのことソリコソリコソリコってコメントが来てました。ソリがメンバーのソリがソリコっていう女装そう女装でまた女装なんですユウキとソリが女装ですね。そうですね。こうやっていろいろ活動されてるんですね。ちょっと面白いなってちょっと見入ってしまいましたけれども、はい、このコーナーではですね、もっとメンバーの素の顔も見られるといいんですけれども、はい、まだ何か用意があるんでしょうか。そうなんですよ、これ僕らのですね秘蔵写真を用意してきました。はい、今回は、ね、そうだね、メンバーのオフショットの写真を撮ってきました。お、はい、じゃあ早速その写真、あ、もう出てますね。あ、もう出てますね、はい、これはあ、これジミーですね。あ、ジミーさんですね。はい、うん、これ武将の方、秀吉ですね。秀吉ですね。うんうんうん、すごい。なんかちょっとおちゃらけた感じの明るい一枚って感じで、これはさっき好きだったやべ坂本龍馬意識ですね。意識高いね。もうこれジミーは完全にオーディションの時に高野さんの心を掴むたびにこれ用意してきましたね。あ、で次もこれ、はい、これはこれもジミーさんですよ。新選組かな。新選組ですね。ハチマキしたがるもんね。すごい、かっこいい。道に行ってる感じで、うん、これはカン、ユキ、これはそう、メンバーのユキとカンですね。はい、ジムに行った時にこう鍛えて、二人仲いいんですよ。そうなんですよ、一緒に住んでるんですよ。お、はい、それぐらい仲いいって、だからそうなんですね、はい、プライベートも一緒だったり、メンバーでも一緒だったりっていう、はい、もう二人とも細マッチョな感じでちょっと羨ましい限り。本当ゴリマッチョがいないんですよ。はい、あ、こちらも、あ、そうですね、これも僕とカンですね。これはもうまた仲良くカラオケをしてる時の一枚です。おー、いいですね。二人でハモったりする。あ、ハモり楽しいですよね。そうですね、こう綺麗にハモれた時は、うんうん、はい、そんな感じです。はい、そしてこれがソリ、ソリかな、ソリコですね。ソリコだね。この下にいるなんかモフモフした、これね、ソリコはモルモットを飼ってるんですよ。あ、モルモットなんですね、はい、かわいい。なんかね、かわいいですよ。タワシっていう名前です。あ、そうなんだ、よく知ってるね。ちょっとなんか痛そうな感じ、触ると痛そうな感じしますね。タワシだったね、でもすごい、うん、面白い。そうだね、モルモットかわいい、うん、そしてこれは僕です、はい、大将さん。お、これ先週の土日です。これ誰意識したんですか。これはジョン・レノンです、はい、皆さん分かる通り、はい、もう世界平和を、そうなんです、訴える感じで、うん、コスプレをちょっとこれでハマってしまいまして、どうにしとこれで家も過ごしました、これで。普通にこれで過ごしたんですか。はい、ギター手作りですよ、あれ。いや、てか手作りというかあれ段ボールですよ。あ、本当だ、よく見たら段ボールなんだね。そっか、写真だったら分かんない。これちょ、これ土日過ごすってか、なんか人来たらどうするんですか、ね、いや、でもね、電車の中にでもこれだったんですけど、結構意外に、あ、そういう、普段からそういう人なんだっていう人思われなくて、 あ、意外にコスプレって勇気出せば浸透するんだと。意外といけるもんだ、はい、いけるんだ。これでちょっとハマりましたね。次はリンドウもちょっとやってみます。いや、そうだよね、そうだよね。ジョン・レノンからリンドウってすごい特化しますけどね。すごいよ、全然ジャンルいや、こうやってみるとなんかすごい皆さん特徴があるというか、うん、なんと言いますか、個性が光ってますね。はい、まだまだいっぱいいますからね、他にも。そうですよね、はい、ちょっとまたこうね、順々とこう新しい写真をね、そうですね、見ていきたいなーなんてちょっと思ったりしましたけれども、それではですね、ちょっと最後にですね、アンフィニの方から最新情報がありまして、はい、なんとですね、アンフィニメンバーのソリさんが100万人の金色のコルダに出演が決定したんですね。え、はい、俺は聞いてなかったけど、ユキしてた。あ、ちょっと耳にしてたかもしれない。これね、はい、よくあるのがユキにだけメールが行くとか多いんですよ。あ、僕は何にも聞かずにユキから間接的に聞いてちょっとショックを受けてるみたいな。お、今日のこの打ち合わせの時もちょっとユキだけメールが来てて、大将君何時からあれだよねとかって言ったら、あれ、そんな話あったっけ。それぐらいね、この状況もすごい。ソリがですか。ちょっとユキさん、はい、わざと隠したりしてません。いや、してないですよ、してないですよ、してないですよ。狙えますからね、ユキさん。そうですね、いやでもネオルマチームもですね、もちろん2人のことを考えてますから。くれてるんですか。本当ですか、はい、ちょっとこの後何か展開があるんじゃないかなっていう。そうですね、ぜひお願いします。頼みます、それは。はい、はい、そうだね、勝ち取ろうね、勝ち取ろう、次はもう本当に。はい、今回のソリさんの
件なんですけれども、はい、次回のチャンネルベータで、ソリさん自身からお話できるんではないかと思いますので、はい、楽しみにしていてください。はい、はい、以上アンフィニコーナーでした。ありがとうございます。さて続きましてはゲーム関連グッズの、ご紹介に移ります。はい、今回のタイトルはファブスタイルです。ファブスタイル、はい、こちらはですねネロマスオゲームを手掛ける、ルビーパーティーがお届けする全く新しいゲームなんですね。 3DS と DS が、好評発売中なんです。はい、こちらアパレルショップの店長になっておしゃれを楽しんで素敵な男性と出会ってと楽しくプレイしながらビジネススキルやマナーが身につくゲームです。関連グッズもなかなかおしゃれですのでご紹介しましょう。はい、こちらゲームにも登場するアイテムサークルリボンスリーピンです。キラキラビーンズとリボンを囲むオーガンジーのフリルがとっても華やか、さりげなくドレスアップしたい気分の時にぴったりです。はい、はい、そして、はい、商品をちょっと持ってて、はい、それがこちらです。こちらの商品になります。はい、こういう風につけます。なんか普通に似合いますね。似合いますね。え、本当ですか。これ狙ってるんですよ。 これですよ皆さん。わかります。はい、これです。こういうところ、こちらのスリーピンはですね、はい、お揃いの靴につけるアクセサリーサークルリボンスリーピンシューズクリップもあります。手軽にワンラックアップできます。はい、がこのこちらですね。このあれですね。そうですね、はい、これこのちっちゃいやつですよ皆さん。はい、さっき結城がやってたやつよりちっちゃいやつです。小さい、はい、はい、僕がやるとこんな感じです。ちょっと違いますよ。違うよ。可愛くはなりません。しかも底じゃないですね。靴用ですね。靴用ですね。はい、はい、そしてこちらですね、これ、見えますか。はい、こちらはですねゲームの、設定などを集めたミレナ設定使用集スペシャルガイドブックですね。作品のエッセンスがぎっしり、詰まっていますのでお楽しみください。例えばですね、そう、すごい立派な本ですね。めちゃめちゃ分厚いです。こんなお医者さんのかっこいい姿だったり、うん、皆さん見えてますか。もう一回ですね、はい、あとはですね、ああこういうのもいいですね。こんなビシッと着こなした感じです、ね、すごい詳しく書かれてるんですね。そうなんですよ。すごい本当にいろんな個人情報が個人情報、まあ、いっぱい詰まってますね。ぜひお手に取ってみていただければと思います。はい、はい、今回ですねご紹介したグッズというのは、ゲームシティの通信販売で購入できますので、はい、ぜひ、ご利用ください。以上グッズ紹介のコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとさあコーナー盛りだくさんでですね、ちょっと、はい、なんとなく汗も大丈夫ですか。したたい感じになってきましたけれどもはい、そろそろですね、お届けしてきましたチャンネルベーターがですね終了のお時間に、近づいてまいりました。はい、エンディングの前に番組の冒頭でもお話ししたアンケートを、はい、実施したいと思います。はい、覚えてますかね、桜の季節が、はい、はい、出会いの季節、別れの季節、どっちっていうそんなぐらいですね。はい、さあ桜の季節が出会いなの、出会いの季節なのか、別れの季節なのかということで選択肢、うん、出てきましたけれども、募集系があるんですか。これからそうですね、はい、どちらかということで、アンケートを表示しますので、はい、ニコニコ動画をご覧の皆さんは該当するボタンの方をクリックしてお答えください。はい、それではお願いします。お願いします。お願いします。あ、今ね、はい、酒の季節だなっていうのは確かにそうですね、まあ、お花見もできますしね。でもやっぱり出会いですよ皆さん、うん、笑顔になれますよ出会いは。出会い結構アンケート押したよって言ってくれる人がいると嬉しいですね。そうですね、うんうんうん、でも本当出会いが多いね、うんうん、コメント見る感じそうですね。やっぱりそっか、出会いと酒を、お酒賛成っていう人もいますよね。はい、来週ぐらいにはもう桜も咲きますからね。そうですね、今日の風で散らなければいいんですけどね。
ああそうですよね、うんうんうん、ちょっと心配ですよね。もう一部咲いてるところもあるもんね東京、うんうん、そうですね。そうですよね。知っちゃったかな雪の北海道だったらまだまだ先、まだまだ全然。昨日ちょっとチラッと北海道行ってきたんですけど。あ、そうなんです。チラッと帰るんですよ。チラッと帰ってきたんですけど。そんなお手軽を北海道ってあるんですか。はい、では、はい、さあ結果がどうやら、出たようですね。はい、それでは、集計結果の方をご覧いただきましょう。どうぞ。はい、はい、どうなるんですか、はい、どうなんだろう。どこに出るんですかこれ、ね、探知感が出ましたね。出た。おー、もうダントツ出会いの季節で、やっぱり本当だ。出会いの季節が 75.7%、 別れの季節が 24.3%。 これ圧倒的3倍に差がつきましたね。やっぱりそうなんだ。そりゃそうですよ。はい、楽しい方がいいですもんね、やっぱり。そうですね。で、出会いの季節で酒の季節でもあるという、はい、楽しい方がいいもんね。メンバーとお酒を飲んでね、楽しんでいきましょうよ。そうだね。実はアンケートを取れて最初にお話ししたときに、はい、アンケート次第で何かが起こるっていう話をしたと思うんですけれども、はいはい、あるんですね、これが。何ですか。はい、実はアンフィニーのお二人にですね、はい、このアンケート結果で、一番になった方、要は出会いの季節になった方が、はい、そのシチュエーションに伴った、甘いメッセージっていうのを披露していただくんですね。はい、また出ましたね、これ無茶ぶりが。そうですね、光栄さんお得意のメッセージ披露ですね。はい、そういうことです。はい、はい、甘いセリフ。もうでも勇気も俺もちょっと慣れてきた、ね、慣れてきたやつはまだ3回目だよ。これはちょっと低めでお願いします。そうだよね、まだ、うん、はい、そういうことですね。お手元にさっきから気になったのがこれですよね。はい、でも相変わらず緊張するね。はい、これの出会いの季節の方を、そうです、はい、読むという。はい、そうだね。じゃあですね、まずはゆきさんの方から、はい、甘いセリフお願いします。出会いの季節ですね。はじめまして、これからよろしくね。僕ここに来てよかったな。だって君に出会えたから。もうキュンとやったらさ、この時の静けさが一番すごいですからね。ね、なんかね、前ゆきと言ってたんですけど、はい、イベントの時よりもこの空間の方が若干緊張するんですよ。あ、なんかそうなんですよね。お客さんの反応が来ないんで。そう、リアルなんだよね、会場でやるとこう。ふわーってなるんですけど。ここだとほんとシーンとした中でさ、呼ばなきゃいけないから。自分で盛り上げないとっていう。そうです。いかにこうテンションを、ね、維持していくかっていうのところが。いや、でも今こうコメント終わりましたけど、可愛いっていう。あ、ありました、ね、たくさんありましたね。赤文字可愛いがたくさんありました。何も見れてなかった俺は。終わってホッとして。これで以上ですか。あ、ほら、出てます出てます。これで以上でよろしいですか。はい、以上でよろしいです。はいはい、じゃあ続いては大将さんお願いします。行きましょう。はい。桜が綺麗か。毎年出会えるのが嬉しいって。じゃあ俺の方が幸せかもな。俺はお前に毎日出会えるからな。どう。おかっこいい。いやー、言わないですね普段は。これはこのドキドキ感と、やっぱり反応がない緊張感っていうのが。そうなんですよ。本当に緊張するんだよね。これ家でパソコン見てる人どういう顔してるのかなっていうね。あ、でもいいってね。うん、はい、おーおーってあるよ。ありがとうございます。いい感じ。最後何ドヤ顔したの。いやいや、一緒だ一緒だ。本当にドヤ顔笑いってあったよ。はい、お二方本当にありがとうございます。はい、はい、それではですね、そろそろ、エンディングのお時間となりました。はい、はい、次回配信します。パーソナリティはアンフィのソリとカンがお送りします。はい、次回放送もお楽しみにしててくださいね。よろしくお願いします。お願いします。さて、次回チャンネルベーターでは皆さんからのお便り、をご紹介します。お題はアンフィニのソリとカンに聞いてみたい言葉、はい、です。アンフィニのソリとカンに聞いてみたい言葉がお題です。こちらのアドレスまでお送りください。はい、アドレスは ktl-betach@koeitecmo.co.jp までお願いします。皆さん、どしどしアンケートに答えてくださいね。は
はい、たくさんの女性に喜んでもらえるように僕たちもいろんなことにチャレンジしていきたいと思いますので、女性からの意見がいっぱい来るといいね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さんからの応援メッセージも、お待ちしておりますのでどしどしご応募ください。はい、はいはい、で次回は4月10日火曜日8時から、あ、20時からですね、はい、広報桂、F2 の鈴川彩子、アンフィニーのジミーでチャンネルアルファを放送します。はい、番組では発売直前の三国志12を特集、なんとプロデューサーも登場する予定です。お、はい、で詳細はですね、光栄テクモの遊べる SNS マイゲームシティの光栄テクモライブ公式コミュニティにてお伝えします。さらに現在このコミュニティに参加するとオンラインショッピングやオンラインゲームで専用電子マネー GC コイン 2000GC 括弧2000円分を抽選で50名の方にプレゼントするキャンペーンを実施中です。応募条件はチャンネルアルファの放送開始までにコミュニティに参加することだけ。多くの皆様のご参加お待ちしております。はい、はい、はい、ゆきさん、大将さん、本当にありがとうございました。はい、ちょっとピンチヒッターということで、ちょっと私やってきたんですけども、あっという間に1時間、はい、あっという間に終わりました、ね、本当早かったですね、はい、1時間近く経ってしまいましたね。この汗が頑張りじゃないですか。あ、すいません、はい、ありがとうございます。すごい助かりましたよ。いや、はい、ありがとうございます、うん、それでは、光栄テクモライブチャンネルベーターでした。皆さんまた次回放送でお会いしましょう。バイバイ。